どうもおはようございます。今日は9月13日朝6時10分相場解説になります。まず冷やしを見ていきますよね。冷やし4時間1時間という順番で見るのが1時間でトレードする人のマルチタイムフレーム分析になります。1日に1回は冷やしを見ていきましょう。さあ、その冷やしですけども、昨日のことですけども、上髭を残した、あこの陽線で終わりました。まずはこの陽線の解釈をしていきましょう。 陽線が出てるのはいいけれども上ヒゲが実体と同じぐらいで長さで出てますこれは、えー、下に行く圧力がこの分あるよってことでも陽線として基本的には上に向かってるんだよってことですよねこの2つの意味を押さえておきたいですよねそしてその1本前陰線があります青い陰線ねこの陰線の意味ですけども、えー、頂点から 頂点ではこの辺りですこの辺りから下に向かってるんですよねまずね陰線ですからで大きな陰線を出したんで勢いがいいかなと思ったらこれもやっぱりヒゲを出して4対6ぐらいのヒゲの大きさでねこの実体自体を追い返してるってことになりますでこれが2つ並んでますんで上にも下にも一定の圧力がかかってるということになりますこれはですねレンジになる可能性が強いよっていう風なテクニカル的な分析ができますよろしいですか 次は4時間です。4時間になりますと大きく四角で囲うことができます。このあたりだよねって感じですよね。つまりは大きく上に行って止められなかった流れ、そしてそこから転換して止められなかった流れがここで止まりつつあるなってところなんですよ。止まってレンジになればレンジが収束してそしてどっかでブレイクするっていう流れですからだいぶ見やすくなると思います。さあそして1時間です。オリガルヒをご覧の皆様は この1時間軸を見て、私が言ったことを思い出せますかねまずは、今週、昨日の始まり値がここ。で、最安値もここになります。横に線を引きます。じゃあ、昨日今日での最高値はどこかっていうと、昨日出てきたこれですね。ヒゲ先ですよね。で、今回は実体で横線引いていきます。そうすると、こういうレンジが見えてきます。もちろん、髭先を取るレンジもありますよ。でも、どちらにしても、 レンジオプションを取るんだったらこの辺りで何をすればいいのかってこともお分かりですよねそうなんですよ倍でエントリーなんですよえっ、ー、と私ねオリガルヒの放送を2時ぐらいにしましたけどもそのあと倍で入りましてここだけのね含み液を取るようになってるんですよでだいたいレンジの幅の半分ぐらいいきましたのでここではお分かりですか利確ですよ半分ぐらいいったらで0.5自分のかけていたロットの半分で 再エントリーするわけですよ。その際は上に行っても下に行っても構いません。私は滅多にこれをしませんけども、中盤ぐらいで利益確定して終わりです。で、勢いの強い陽線の場合は、気がつく前にもうね、上まで行っちゃいますんで、今回はそうでもなかったかなってとことですよね。はい。ということで、1時間軸はこのように見ることができるんで、今日はレンジオプションで行ってみようかなと思います。レンジオプションの、下っていうのが14 2,、142130。 これが下ですよね。で、上なんですけども、二つあります。1、4、あら。1、4、3の、えぇ、ー、3、10で、反転を期待してもいいですし、もう一個は、もう一個上ですね。1、4、3の、5、4、5ですね。このいずれかじゃないですか。はい。そのように残しておきますね。じゃあ、本日は、これにて以上ですから、本日じゃなくて、今回の、 あの、相場解説以上なんで、もうエントリーされる方はエントリーを、あ、もうちょっと遅いか。遅いですね。まあ、このレンジオプションをもとに今日は見ていけばいいと思います。それでは以上です。失礼します。